皆さんこんにちは、むりえりです。はい、今日はね、じゃーん、今日はちっちゃいんですよ。ダイソーの購入品を紹介していきたいと思います。やっと買えたんですよ。ずっと探してて、いろんなところ探してたんですけど、どこにも売ってなくて、で朝行ったら入荷しましたって言って買ったものを紹介していきたいと思います。はい、まずじゃん、こちらマイメロちゃんのお道具箱になります。これはあのね、前からあるんですよ。1個あるんですけれども、追加して買ってきました。これが本当になかなかない。売ってるとこは売ってるんですよね。なんですけど、都内は探しても探してもなくて、なぜかここが折れてるんですけど、これは何なんでしょうか。ここなんか切れてるとか、絶対なんか不良品のやつだ。こんな感じサイズになってるので、本当に使いやすいです。ちなみにこの間買った100均のマスクを入れてます。ウェイトティッシュだったりとか、ダイエット製品だったりとか、机の上のごちゃごちゃしてるものとかが嫌なので、私ごちゃごちゃしてるのすごい嫌なんですよ。なので入れるのに買ってきました。そしてもうこれですよ、これ探してたの、こちらです。さっき買ってきたんですけれども、これをですね、あの、私いつもティッシュとウェイトティッシュはちっちゃい頃から持ちなさいって、ハンカチもそうなんですけど、おばあちゃんに言われて育ったので、これの中に入れて持ち歩こうかなと思って、ポーチになってるんですよね。でこんな感じでいっぱい、はい、ウェイトティッシュとか、なんでかば焼きが入ってるんだ。昨日学園祭行ってきたんですよ。その時に多分もらったかば焼きが混ざってた。このポーチなんですけれども、まあここのそんなに深さはそんなにないんですが、よいしょ、まあ深く入れるとこのぐらいですね。はい、でもだいぶ入ると思います。ブラシだったりとか、あとはもうこういうハサミとかもね、持ち歩き危ないから、友達美容師なんですけれども、ハサミの予備を入れたりとかして持っていくって言ってました。でこのポーチが可愛くて、この色違いを買ってきました。でこれも違うブラシとか、私も特殊メイクの人なので、これをブラシ入れに使おうと思って買ってきて、この2つは色違いで普通に欲しかっただけなんですけれども、あの1個友達にあげようと思います。はい、そしてじゃーん、こちらのマスキングテープになります。はい、マステ超かわいい。このマステ、いろんなところに貼れそうな気がします。そしてマスキングテープもう1個あります。こちらちょっと太めのマスキングテープになりますね。バービーみたいですっごい可愛くて、私のマスキングテープのこれお気に入りコレクションの中の一つなんですけど、バービーのがね、この3つあるんですよ。で今これどこに売ってるんですかってたまに聞かれるんですけど、ジャパン撤退をしてしまったので、バービーのマスキングテープは本店とかそういうのがもうないので、買いに行くことができないので、多分ネットとかで探せばあるかなぐらいなんですけれども、ちょっとねバービー系のマステだったので、ほら並べても見て、バービー系ちょっと嬉しかったので買ってきちゃいました。そしてじゃーん、フラミンゴのシールです。可愛くないこれ。まあ夏っぽいですけど、私フラミンゴ大好きで、こっち見ると分かるんですけどね、よいしょ、ほら YouTube のタンブラーに、これフラミンゴ100均で買ってきたフラミンゴのやつとか、はい、こっちの壁の様子はここに載っけておきます。こんな感じになってるんですよ。まああのさっきのフラミンゴもそうなんですけれども、ハッピーアワーの看板だったりとか、あのもうとにかく私の好きなものを置くスペースにしてます。そしてじゃーん、付箋になります。この付箋ね、ちょっと一見ね普通の付箋かと思いきや、パタン、ほらノートになってるんです。めっちゃ可愛いでしょ、ほら超可愛くて、お仕事のこととかすごく忘れやすいんですね。あのスケジュール帳に書いてるんですけど、1日のお仕事が5個重なってることとか結構あったりするので、これチェックポイントとかがあるんですよ。なのでもうほんと1日のスケジュールを毎日ここにこう書いてても、1,2,3,4,5,6,7 項目まで書けるので、めっちゃいいなと思って買ってきました。可愛くないマジで。次はじゃーん、こちらになります。これジップバッグになってて、
見てこれ1枚がさ、私1枚かと思ってたんですよずっと。そしたらこれがなんと10枚入ってて、友達へお菓子あげたりとか飴とかね、こんな感じでしまえるので、ほらハロウィンにいいんじゃないですかね。ハロウィンにこれ入れてトリックトリーみたいな感じであげるのもありっちゃありだと思います。いろんな人になんかこう配るときとか、10枚入ってるので1枚10円だと考えたら全然安いです。超可愛いので皆さんぜひ買ってみてください。そして最後にじゃーん、ポーチになります。これマジで探してもどこにもなくて、でなんかまあ多分結構いろいろ皆さんね賛否両論あると思うんですけれども、結構ありますよみたいなコメントがあったんですよ。で探しても都内なくて、王道の原宿の大きなダイソーに行って買ってきました。これやっとも手に入って嬉しかった。でこれは何を入れるかと言いますと、まあ今これご紹介したものとかも全然入りますし、まあこれも入りますし、絶妙なサイズなんです。私サプリメントをよく持ち歩いてるので、ダイエットとか美容とか、なんだろう、まあサプリメントオタクなんですよ。サプリオタクなので、いろんなサプリメントを入れて持っていくにいいかなと思って、ちょうどいい大きさ、なんかこうでかすぎず、唯一のね欠点的にはまあ何のサプリ飲んでるか分かるみたいな、まあ、とりあえずカロリミット飲んでりゃカロリミット飲んでるねみたいな感じ分かっちゃうっていうのが欠点だけども、まあこの白いの入れてればバレないかなっていう、まあ、そんな別にバレたくないとかじゃないんですけど、可愛いから許す。本当にスケスケスケルトンなんですけれども、でも超可愛いので皆さん、え可愛い、ぜひ使ってみてください。はい、ということで今日は100均のこれ何シリーズっていうんだろう、大人文房具シリーズと書いてあったんですけど、これ大人文房具シリーズのコスメパターンの紹介でございました。皆さんこれよかったら探してみてください。ということで森愛でした。せーの、おつわり、バイバーイ。